生まれては消えゆく命を進化と絶滅を見守り続けた。その中で生まれた人類という存在、争いを好み爆発的なスピードで増え、自己中心的で抑えきれぬエネルギーを抱えた君たち人類の誕生は、我々が何よりも恐れていたことだった。だから私たちは脅威になる可能性があるって、それだけの理由で。冗談じゃないわよ。青い、落ち着いてくれ。私は人類を滅ぼすつもりはない。私は人類に可能性を感じている。可能性？そう、この未成熟で野蛮な人類だが、その限りない多様性と圧倒的な個々の力に、私は可能性を感じている。滅びの道だけではない、新たな歩みの可能性を。じゃあそれで万々歳じゃねえか。地球は滅びない、俺たちは毎日幸せに暮らす、めでたしめでたしだろ。そのはずだった、うん、新たなウィルが飛来した。数多くの文明を断罪してきた私の兄弟だ。それは月にいる。月に？そんなの今月号の男の。この月面はもういい。月にいる我が兄弟は、長い時間をかけて人類を理解してきた私とは違う。彼は現状を見、そして判断を下した。地球は滅ぶべきであると。そう、だから我々はダンクーガを作り出した。唯一ウィルの手から地球を救える手段として。スケールデカすぎ。俺パス。今更ですが、僕は普通のサラリーマンだった男です。最大の関心事は国税還付金とリクープラインくらいだったのに。さすがにいくら真実だったとしてもこの話は書けないわね。誰も信じてくれないわよ。月か。カウンセリング受けたんですね。ええ、いろいろ聞いてもらいました。僕も戦闘が終わるたびに。そうですか。私ずっとお礼が言いたくて。え？あなたがアールダイガンと私を助けてくれたこと。ああ、気にしないでください。僕あなたのファンですから。でもどうして私に情報を送ってくれたの？ダンクーガっていうバカみたいにでかい存在に真っ向から戦いを挑んできた女がいる。たった一人っきり。武器といえば自分の言葉だけしかねえのにさ。その人が真実を知った時にどうするのか見てみたかったんだろうな。そう、あなたに出会えてよかったわ。あ、俺もだ。え、俺の手今汚れてるぜ。でもその手は私たちを守ってくれている手よ。ダンクーガノバ、よく整備されているわね。それはどうも。ちょっと何するの？これは。月から高速で地球に接近する物体を捉えました。月から？月のウィルから本格的に攻撃が始まったのね。例の UFO ロボかのようですね。しかも2体。堂々とご登場ですか。で、どこに降りてくるの？
ここです。敵の目標はダンクーガ、そして地球のウィル、当然のことです。ダンクーガ、チーム D、 出撃せよ。了解。総員防護体制。私はまだ地球の生命を消去する気はない。ならば仕方がない。君自身を消去し、私が実行する。さあまだそうやる。できません。みんなやられちゃったの？なんてひどいこと。みんな、グリーン75から未確認物体。あれだな、使命を果たします。エイラさん、よろしく。